台風と思いきやっ日も雨ですやハロー、さんさん、こんにちは、みやびんでーす。今日もピンクメイク、最近ハマりました。よろしくお願いします。本日はこちら、QEARS のカンター。はい。こちらをレビューしていきたいと思います。ひもじーでーす。くぞ、ごめん。 クソコメ。クソコメ。米またあったんですかクソコメだらけですね。えー、クソコメの特徴。タメ口の場合短文。長文の場合開業なし。<laughs> えー、一応ね、レビューには関係ないですけど、先に言っておきますが、これ、結構連続して続けて動画で言うかもしれない。日曜ラジオでも言うかもしれないですけど。うん、えう、ー、ちにクソコメ書いた場合、 えー、うちのね、えー、コミュニティがございましてですね、某所に。えー、そこと、あと、X で僕の、えー、スクショ晒されてみんなで遊ばれます。えー、その覚悟がある方はクソコメどんどんください。えー、せっかくクソコメいただいたら楽しまなきゃ損なので、えー、あと、配信でも晒されることがありますので、<laughs> うちじゃないんですけどね。 まあ、言わないですけど、どこの配信で、えー、そのコメントをバッて貼って、みんなでバカじゃん、こいつとかっつって、もう思いっきりやられてるんで、えー、それでも言い方はクソコメどんどんください。あの、一応僕がクソコメ来ても、誹謗中傷をネットで受けても一切ダメージがないのは、えー、ネットとリアルは違うからです。ネットでいくら、てめえごなやろうとか殺すぞとか言われても、えー、殺されないので、えー、リアルでそれをやられた場合は命の危険を感じますけど、ネットの場合は何 被害もダメージもないのに、僕何とも思わないので。逆に特定しやすいのがこっちになっちゃうんで。<laughs> まあ、それで気が済む方は、リアルが充実してない方は、まあ、ね、ストレス発散していただいて。はい。はい。うち、付き合いますから。はい。タラちゃん、<そ>構わない。遊びますけどね。えー、というわけでこちら、えー、q イヤーズカンタ、えー、リンソールさんからの提供です。ありがとうございます。ありがとうございます。 ええと、こちらはですね、えー、ワンダイナミックドライバーに、なんと、ツープラナー、平面駆動が、二つ。ワンドライバー、ワンダイナミックドライバープラスツープラナードライバーのハイブリッドで、えー、カンタはイタリア語から撮ったそうです。で、まあ、ボーカル性能にインスパイアされて名付けられて、まあ、ボーカル特化のイヤホンだそうです。で、医療グレードの樹脂で製造されていて、 各ユニットはすべてこれ手作業で組み立てられてますね。で 0.71mm の2ピンで忘れ物したんでちょっとつないでいてください,、はい。今日は全部揃ってると思ったけど揃っていなかったそうです。あ皆さんラジオ、みやびんラジオ聞いてくれてありがとうございました。まだまだお便りいつでも募集しておりますのでいつでも皆さんコメントしてください。それだけね言い,たか言いたかったから言えてよかった。 ねえとですね、こちら、イヤピ3種類ついてまして、結構音変わりますので、今一番みやび気に入りそうなやつ最初につけてありますが、みやび順番間違えると、あの、迷走して変なの選ぶことになっちゃうんです、ね。<laughs> ちょっとイヤピ決めます、えー。早送りになると思います。<laughs> はい、どちらにしますか ?1 個目かな、はい、2>, ?2 個目も良かったけど。徐々にね、低音が減ってくんですよ。うん。 最後のはね、完全にね、減ってる感じがした。フラットやったでしょ。なので、一番低音の強い、黒をつけておきましょう。今回黒とグレーと白がついてます。で、黒、グレー、白ってなるにつれて、えー、低音が減っていきます。はい。じゃあ、いつも通り、Apple Music、Apple a a c ルで、ヒリス XO で聴いていきます。Black Pink さんで Love Sick Girls。 もう一個音量上げてみる。うん。あ,あ、やっぱこれがいい。低域厚みがあって、でもなんかくどくない、あの、なんていうの。この大人な感じ。ボーカル滑らかでクリアな感じですごい聴きやすい。はい。平井大さんです。スタンバイミー、スタンバイユー。 いいね、シンプルな曲調も、すごい綺麗になってて、なんか、音とかボーカルも全体的に中間に太い音がドーンって出てくる感じが、すごい心地いい。はい。ワニマさんで共に。ああ、いい。細かい音も拾いやすくて、バンド系、 バンド系有バンド系のこういう音もすごい迫力あって楽しめる。はい。えー、すなー、まさきさんで間違い探し。うん、バラードいいね。今回も男性女性どっちも楽しめるような特徴がある。はい。ええー。 ホワイトスナイクさんです、スティラブ・ザ・ナイツ。おーハードロックの迫力いい感じ。さっきのバンド系とかよりもこっちの方が迫力を感じやすい。はい。綾瀬さんで夜撫でる目の。うん。あ、めっちゃいい。打ち込み系。超綺麗。 これめっちゃ綺麗。寝れる。<laughs> はい。サマーウォーカーさんでっからも。カルうん。なんか余韻の感じが、これなんか脳にふわーって広がるのが心地いい。なんか空間すごい広いっていう感じでもないけど、なんかその余韻で広さを感じやすい。はい。アニタ・ベイカーさんでイーブリング・ミージョイ。 あー、ピアノ綺麗。ボーカルも、なんかボーカルメインなのかなすごい。本当にボーカルが上質な感じ。はい。ゴールドプレイ BTS でマイユニバース v あー、いいわー。まとまり感あるし。 ちゃんと細かい音全部真りに出ていて、すごい、はい。うん、うん、うん。ああ、いい、クラップ音もいいし。ああ、打ち込み系も今回すごい合うな。バンドもあったし、はい。アリアナ・グランデさんでジャスト・ルック・アップ。 おー。いいねー。やっぱボーカル中心だわ。すごいなんか音が濃厚さを感じる。はい。はい、感想をどうぞ。なんか万人受けするような、 なんか音なんだけど、すごいいろんななんか細かい音とかも聞こえやすかったり、うん、なんかこう、<coughs> とか吸音とかも聞こえて、なんかリアル感を感じる音ですごい良かったなって思うし、どのジャンルも合うから、なんかこのいい具合に散るれて、でも飽きないっていうのがすごい良かったです。うん、リスペクトがなくてごめんなさい。何急に。<laughs> 早送りになってるからみんなわかんない。そうだよ。<laughs> ですか じゃあ僕のターンで言ってきます。これはね、えー、っと、イヤピクロの場合のレビューを言っていきます。えー、ハイ広域はね、コリッとキリッとしているんですが、角は丸めですね。で、広域で、丸めな広域で、解像度は高くて細かなハイハットもしっかりつかめます。えー、シンバルの金属音はしっかりと金属音として鳴らしてきます。で、ミッド中域は、もうボーカルが思いっきり前に出てきて真ん中で停止します。 で、解像度も高くても、ブレスやタンギングもつかめるし、薄いダブルトラックやコーラスも自然に鳴らしてきます。で、オケとボーカルの分離も良くてバランスも良い,いです。で、オケはボーカルの周りを空間広く広がっていきます。で、定位も良くて各楽器の位置も掴みやすかったです。で、ロー定域はもう自然な定域で、イヤピをグレーやホワイトにすると、定域は徐々に減っていって、ホワイトだとちょっとフラット目になります。で、黒いイヤピで、 自然で十分な低域が出てくるので、で、重低音も控えめに出す感じです。で、ビートのアタック感はいいし、生バンドのドラムは重さはないんですが、バスドラのアタックとか、ビチビチ感は出してきます。で、ベースラインの疾走感は十分に楽しめます。で、音盤音上は上下左右に広い感じで、これも空間が広いからそうなるっていのかもしれないですが、宮やも言ってましたが、 まあ、ボーカルを真ん中中心にして、オ、OK、ケが上下左右に広がって伸びていく空間で、オ、OK、ケのグラデーション感も良かったです。で、黒いイヤピつけた場合は、まあ、弱ドンシャリ傾向なんですが、ボーカルは思いっきり前に出てきます。で、ボーカル特化イヤホンという名前通りに、ボーカルが前に出てきて、ボーカルの表現も良い,いです。で、まあ、プラナードライバー2つのおかげで、多分これが中高域を担当してるんですが、 中高域がくっきりはっきり出てくる、まあ、若干感触よりのサウンドですね。ウォームではないですね。はい。で、EDM 系は自然で控えめな重低音なんですが、ビートのアタック感はしっかりとあって、<laughs> えー、中高域の表現がいいので、聞き疲れすることなく EDM やクラブミュージックを楽しめます。で、ハードロックやメタルはもう中高域の表現がいいので、ギターハーモニクスも、あのー、美しく、 なって、で、迫力あるボーカルが前に出てきます。で、ギターコードのパワーコードはエッジが効いている感じです。エッジが立ってるって感じですかね。で、R&B やバラードは、もう男性ボーカルはきちんと太く厚く豊かな表現をしてきて、女性ボーカルは色気を感じさせて、息遣い等も感じる雰囲気のあるボーカルを楽しめます。で、ピアノの表現も良くて、ピアノが激しくでも主張せず、 ボーカルから一歩下がって邪魔しないんだけど、きちんとピアノを表現してアタック感とか響きも表現しています。まあ柔らかい硬いで言うとちょっと固めなピアノサウンドですと。で、まあまとめていくと、チル系の曲でボーカルを堪能するにはとてもいいサウンドで、まあインストでもピアノの表現がいいので、まあジャズや AOR といったジャンルでも最高に気持ちがいいと思います。 で、バラードはもう、ボーカルを十分に堪能できます。かといって、今時の打ち込み系はダメかというと、ね、綾瀬さんとか、含めて、きちんと鳴らしてくるサウンドになっております。まあ、なので、ウォーム系、ドンシャリ系、低音ズンズン系が好きな人にはおすすめしません。というわけで、まあ、キュイヤーズさんは、ね、もう宮城さん分かってると思いますが、安いのございませんので。はい。えー ただ、この箱の、あ、そうんで,す、ね、あれですね、これね。一応、あの、みやびちゃんの重要な、ポーチポーチついております。ーおー,、えー。箱を開けるとですね、えー、ポーチさんが出てくるわけですが、ポーチ、ここにイヤホン入って、あとポーチに全部入ってます。えー、ここに箱があって、最近こういう梱包多いっすね。ぎっしり詰まってる系もうぴっちり詰まってる系。こういうポーチが。 あら、ちょうどいいサイズ感じ。ちょうどいいサイズの、こういうポッチがついてます。これに。ちゃんえお、ちょんと入っいいちょんと入っですか、えー、というわけで、価格ですね。えー、QEAZ CUNTA r i n s さんの、えっ、ー、と、アマゾンの公式ページで、一万五千九百九十円です。おおでも。一万円台です。でも、でも、でもだわ。うん。しかもこれはね、あの、手作業で組んでますからね。すごいね。機械じゃないですか なので、聞いていきましょう。はい。イ e a r s CUNTA. えー、m a z o n で15,990円です。みやびさんも買いますか買いませんか買いまーす、うん、もう、これは完璧でしょう。これ、すごいね、うん。おすすめしやすいね、これも,も。ボーカル楽しむのはこれやね。え、そうそうそう。本当にボーカルがね、濃密すぎてね。これは本当にいい。で、しかも、うわーじゃなくて、ふわーって広がっていくボ、あの、ボーカルの感じが、すごい良かった。 で、で低音の量はイヤピで調整してください。はい。3種類入ってますんで。はい。<laughs> では、ひもじ、はい。はユイヤーズのカンタ、こちら売りますか、ありませんか売りません。まあ、1万円台優先イヤホン激戦区なってますが、ボーカル特化型優先イヤホンとして十分な能力持ってるし、ボーカルメインで楽しみたい人で1万円台の優先イヤホンを探していた人にはおすすめの1本だと思うからです。まあ、あと思ったのが、ボーカルダップって呼ばれる AK の SR とかね。 ダップね。うん、あれと組み合わせても面白いんじゃないかなって。ボーカルダップにボーカルイヤホン。うん、そういうのも面白いんじゃないかなと思いましたので、えー、売りませんでございます。というわけで気になる方はチェックしてみてください。というわけで私はドラムしますシュシュシュ。うわ、かラちゃん。 <laughs> 今日はからさんが邪魔をします。はい。皆さん、もうさすがの QEARS ですね。これはもうご利用していきますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてほしいなって思います。では今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。